続いてはハリーの尻尾の皆さんです。メンバー全員が音楽大学の出身で幼なじみ同士だというバンドで、さまざまな音楽シーンで活躍しています。枠にとらわれない自由な音楽を追求して、豊かな音色と確かなテクニックが聴く人を魅了します。またハリーの尻尾は通常5人編成のバンドですが、本日は3人での演奏となります。ご了承ください。それではハリーの尻尾の皆さん、よろしくお願いします。結構このね、さんさんと照りつける、お日様の中演奏することでなかなかないので、今日はそんな貴重な、時に演奏させていただくことができてとても嬉しいです。ハリーの尻尾と言います。バイオリン、今日は生楽器使ってます。バイオリンと、そしてチェロ、そしてドラムの、今日はこの3人で演奏していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず今最初に演奏しました曲は、都市の陰影といってですね、まさにちょっと向こうの方に工業地帯なんてありますけどね、とかね、あっちにも 羽田空港ありますけど、夜とか多分綺麗なんじゃないですか、すごく。そういったこうなんていうんですかね、都市の明かりみたいなものをイメージして、作曲した曲で、私たちのオリジナルの曲になっています。では、楽しい曲を何曲も用意してきましたので、続いてお聴きください。真夜中の月、なんか夜の曲ばっかですね、でもね、真夜中の月というね、これもまたお月様をイメージした今でならではの曲じゃないかと思っています。聴いてください、真夜中の月。
ありがとうございました。まあ、ある中の月でした。なんせね、生ものですからいろいろつきものだと思いますが、今日は、いつもはですね、5人で演奏しておりまして、もう2つの楽器は、ビオラという楽器、皆さんご存知ですか？ビオラって言って、このバイオリンよりも一回り大きな、楽器がいて、そしてもう一つは、まあ、ピアノですね、キーボード。場所によってキーボードだったり、ピアノだったりの、5人で普段は、演奏しています。で、今日は2人いないので、ちょっとね、スペシャルゲストって言って、ちょっとパソコンちゃんが頑張ってくれてるんですが、ちょっとね、よりエレクトリックな演奏をしております。ということで、もう一曲いきたいと思います。千本桜聴いてください。
ありがとうございました。千本桜でした。ここら辺は桜があるんですかね。どうなんですか。ありますか。あ、ずっと桜並木が。あ、じゃあぜひもう今日初めてこちらに来られた方、春分もいらっしゃってください。多分すごく綺麗だそうです。私も実は玉川沿いに住んでおりまして、下回ることがあっちの方なんですけど、なのでこっちまで来るとまたちょっと違って素敵だなと思いながら、ね、あとはあっちの方の工場地帯の方にもね、この間撮影に行かせていただいたので、すごくここら辺馴染みがあって、まさかここで演奏させていただくことになると思わなかったので、ご縁をとても感じております。ということで今日、まずワンステージ目ですけど、最後の曲となりました。私たち針の尻尾からのオリジナル曲からもう一曲演奏させていただきたいと思います。なんちゃってシンガーソングというね、とっても皆さん楽しめる曲となっていますので、最後に聴いてください。まだまだこれからね、まだステージ続きますから、皆さん楽しんで、熱中症にならずにお水いっぱい補給して楽しんでいてください。ありがとうございました。
リーの尻尾の皆さん、どうもありがとうございました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。思わず体を動かしたくなるような躍動感あふれるサウンドで、優しくそしてかっこいいステージをお届けいただきました。この後は2時から2回目のステージがございますので、そちらもご期待ください。どうもありがとうございました。いや、気持ちいいですね。